お酒を飲むのも危険な行為だと思います。本当にすいません。そうですよね。そうダービー賞いいよね。僕ダービー賞大好きなんですよ。あの詳細はググっていただければ分かると思うんですけど、あの本当にバカな行為をすることによって子孫を残さないことで人類のその進歩に貢献したっていうのがダービー賞っていうのがあって、本当にねしょうもない死に方をしてるよって世の中にいて、でもそういうしょうもない死に方をした結果この人は子孫を残しませんでした、だから人類の進歩に貢献しましたっていうのがダービー賞です。僕すげえ好きこれ。はい、今来た鼻声大丈夫、すいません。なんだっけ、なんかねドイツ人でエロ本を買ってエロ本の自販機かなんかを壊そうとして、なんかそなんか開けようとしてその電気の配線触って感電して死んだみたいなっていうね、その本当にねしょうもないあのダービー賞いっぱいあるんで、興味のある人はダービー賞見てください。